はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時半になろうとしていますね。4月4日火曜日でございまして、日経平均はと言いますとですね、結局99円高で終わったんですね。ドル円は膠着しますね。 132.7 でした。ドルウォンはですね、1315で、このあたりでうにゃうにゃに入ってきたかなという感じですね。今日は日中弱いですね。夜の部で戻すんでしょうかね、よくわかりませんけど。さて、ウォンにはあんまり関係ないですけども、ロイターでございまして、これはですね、昨日の3時11分午後ですね、中国マネー、アジア不動産に回帰の兆し、国内から逃避ということで、2分で呼ぶって書いてありますね。中国がゼロコロナ政策の一環として実施した国境封鎖を解除したことで、国内に滞留していた資金がオーストラリアやシンガポールなどアジア太平洋諸国の不動産市場に流れ込み始めているって。そうなんですか。シンガポールの不動産価格は中国人の需要で上昇。シドニーやメルボルンでは中国人留学生がアパートを購入し、不動産仲介業者によるとタイでも中国人が不動産への関心を強めている。中国からの資金流出が初期的な動向に、関するデータは少ない。中国からの資金流出の初期的な動向に関するデータは少ないというのはないでしょう。僕見たことないもんな。しかし不動産市場で見られるこうした兆候は、中国からの資金持ち出し需要の高まりを示唆している。中国の不動産市場は不安定な上、政府の税制や蓄財への批判から海外投資の魅力が高まっていると。あのね、こう持ち出しに関してものすごいね、本来規制があるんですよ。だから不動産買えるほど持ち出せないんでしょ。確か年間5万ドルなんですよ、1人。それも1回1万ドルとか、そういう制約があって、その通りでやればですね、持ち出せないんですけど、やっぱりそこは中国人でしてですね、あの手この手いろんな手があります。私も知り合いの中国人に一つ教えてもらいましたけど、なるほどなと思いました。割合信頼のネットワークさえあれば簡単で、闇銀行もありますしね、いろいろな方法があって、どんどん持ち出していると。今中国国内の不動産市場が崩れてますんでね、国内で運用するよりも国外に持ち出した方が安全性が高いというふうに多くの中国人が考えても仕方ありません。で、日本に来てるかというとね、いまいちそんな感じしないんですけどね、私の周りでは。中国、オーストラリア、マレーシア、シンガポールで事業を展開するジャリンリアルティの創業者兼最高経営責任者 CEO のイアン・チェン氏は、国境再開以降アジア地域の不動産投資家からの問い合わせは倍増しており、特に中国人からの問い合わせが多いという。今物件を購入している投資家のほとんどは資金をある程度持ち出す必要がある人たちだ。大波というわけではないが、特にオーストラリアに戻ってくる学生からの問い合わせが多いのは間違いない。中国とオーストラリアの外交関係はよろしくないんですけどね。でもやっぱり中国人多いですから、オーストラリアに。で、やっぱり彼らは彼らのですね、コミュニティを形成しますんで、そこからの情報も入ってきますね。だからオーストラリアの不動産を中国人が買っていても、もう別にそれは不思議ではない。中国の富裕層や中産階級は投資を分散し、万が一の事態に備えて当局の目の届かないところに資産を置いておくため、そうですね、以前から海外に資産の一部を移そうとしてきた。現時点では中国が資金移動規制を強化するきっかけとなった2016年の動きなど、過去の流出に比べると規模ははるかに小さい。まあそうでしょうね。しかしパンデミックを契機に中国の一般家庭が資産ばかりか居住地をも海外に移そうとしている様子が浮き彫りになっている。中国が海外への資金移動を制限しているため、資金流出が急激に増加したり、中国経済そのものに大きな影響を与えることはなさそうだ。しかし最近の潮流は信頼感の欠如を示しており、人民元相場も圧迫している。
結局ね、中国人って人民元で持ってるんですよね、元は。その人民元をですね、外貨に買えないとですね、不動産買えないんですね。まあ、主にドルですけど。で、それをですね、まあ、当局の目をかいくぐってですね、外貨に変えて持ち出しているというのが現状で、まあ、そんなに多くありません。やっぱり規制ありますからね。で、人民元相場もじわじわじわと下がってますね。これ、どこかでね、ガスッとですね、下がる場面もあるかもわかりませんけど、一応管理相場なんでね、人民元。当局は決められるんですよ。なんで、どうでしょうね。実態として下がることはあるでしょうけども、なかなか、なかなか反映はしないかもしれませんね。オーストラリアの不動産関連統計に国籍別の内訳はないが、それは日本もそうです。仲介業者によると最近の外国人からの引き合いが相場の安定につながっており、シドニーでは2月にクリアランス率、入札で物件が落札された割合が1年ぶりの高水準となった。シンガポールにも中国人の家族と資金が流入している。シンガポールで移住希望者にアドバイスを提供している会計事務所 CS コープのディレクタージョイ・ワン氏は、パンデミック以来主に中国人の顧客を300人ほど獲得した。コロナとロックダウンで人々は自分たちの将来について考える時間を多く持つことができたという。まあいいか、もうやめときましょう。いや、貼っときますね。どうしましょうね。中国の未来をですね、中国にいる中国人たちはですね、あんまり明るく描いてはいないんですね。コロナを経験してですね、あれはかなりクレイジーなことでした。特に上海の人なんかはですね、2月ですか、ロックダウンにあって、中には亡くなった方もたくさんいらっしゃるわけだって、クレイジーな環境になってですね、あかんわこの国もって思った人は非常に多くいるそうです。やっぱりね、こう共産党一党支配の限界ですよね。2020年の頃はね、ゼロコロナやって、みんな家から出んなって、ちょっと我慢したらですね、街からコロナが消えたんですよ。ほんで、こんな行くって言われ、西側諸国にはできへんねんって、共産党一党独裁やからこそできたんやって大宣伝をしたんですね。ところが2年後にはですね、その一党独裁がゆえにですね、多くの人が不自由になって、中には亡くなる方も出てですね、もう家の中ぐちゃぐちゃにされた人もいます。消火剤分かれてね、消毒剤かなんか分かれてですね、家の中ぐちゃにされた人もいました。そういう理不尽な目にあった後はですね、やっぱりこの国あかんわというふうに思う人がうじゃうじゃと出てきてですね、外国で生きられるお金と能力がある人、その両方ある人、片方しかない人もですね、外国にも移ろうと。中国の方って割合簡単に国を捨てるんですね。だから世界中に華僑がいるでしょう。なんで躊躇しないんですよ。まあでも故郷とのつながりも重視しますけどね、彼らはね。で、日本にもいっぱいいるでしょ。なんで、外で食える人はですね、どんどん出ていってきてると。出ていっていると。なんで、その分、不動産のニーズが出てきてですね、市場を安定化させると。ただ、2016年の頃ってね、私も覚えてますけど、ちょっと異様でしたね。来てるでっていう感じで来てましたけど、その頃に比べて今じゃ来てんのかって言ったら、まあ来てるといえば来てるんですけど、その僕の周りで目立つほどは来てないんですよ。なんでまあさざ波でしょうね。で、まあ主にシンガポールとかね、オーストラリアの方はね、まだいいんちゃいますかね。その日本の場合、台湾という地政学的なリスクがあって、そこでですね、台湾が始まるとですね、日本は台湾の味方をするわけであって、そうすると日本も準敵国になりますね。そんな時に日本はね、在日の外国人の資産なんか没収したりしませんけど、中国人はそうは考えないわけですよ。没収されるかもわからんと、敵国人やったらと。
まあそういうふうに考えると日本は危険やでということになって、じゃあちゃうとこ行こうということになったら、やっぱりシンガポール、オーストラリアということになるんでしょうね。はい、ということでございまして、このロイターのアドレスを貼っておきますので、私半分ぐらい読みました。あとも全部読みたいという方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。